クリップ運行区間の路線ずつばめは、九州旅客鉄道が主に、九州新幹線の博多駅鹿児島中央駅間で運行している特別急行列車の愛称である。このうちのぼり一本は、西日本旅客鉄道産業新幹線に乗り入れる。本校では、1992年から九州新幹線開業までの間、鹿児島本線博多駅西鹿児島駅で運行されていた。 在来線特急、つばめ、並びに、九州新幹線部分開業時に新幹線、つばめに接続していた、在来線特急、リレーつばめについても記述する。九州新幹線の列車愛称は、速達種別ごとに、水穂、桜、つばめの三本立てとされ、つばめの愛称は、九州新幹線区間を運行する、各駅停車列車の位置づけとなっている。つばめの列車名は、 鳥類のツバメにちなんでおり、その期限を1930年10月まで遡り、戦前、戦後を通じ日本国有鉄道を代表する特急列車の名称とされてきた伝統ある列車名である。1975年3月に廃止されて以降、この名称に釣り合うだけの格式のある列車がないという理由で、しばらくの間用いられることはなかった。 国鉄分割民営化後の1992年7月、JR 九州が鹿児島本線の特急の列車名として再び起用した。同社は名称復活に関し、JR グループ各社から事前に了承を得るという手続きを行っている。その後、2004年3月に九州新幹線が名称を引き継いだのが現在の新幹線、つばめである。 九州新幹線の部分開業の際、ツバメの名称は公募により決定し、得票数では第1位が、ハヤトで、ツバメは第5位であったが、ハヤトは採用されなかった。なお、ハヤトの名前は、九州新幹線開業と同時に設定された、日殺線吉松駅発着の特急、ハヤトの風に用いられた。全列車が各駅停車として運行される。号数は、 運行区間別に割り振られている小玉や桜と異なり運行区間に関わらず運行順に305から353号の電番が与えられている。つばめは博多駅熊本駅間の区間運行が基本で毎時1から2本が運行される。博多駅鹿児島中央駅間直通のつばめは朝夕の通勤通学時間帯中心の運行となり、 日中の熊本駅鹿児島中央駅間は原則として桜のみが運行され、ツバメは折り一本、上り二本の運行となる。このほか、早朝、夜間に博多駅筑後線小屋駅間、熊本駅、川内駅鹿児島中央駅間の区間、運行列車が運行されている。日中、ツバメの運行されない熊本駅鹿児島中央駅間では、毎時日本運行の 桜のうち一本が、同区間の各駅に停車して、つばめの代替となっており、新八代駅、鹿児島中央駅間の各駅と、桜の大半が通過する、筑後線小屋駅、新大牟田駅、新玉名駅などの総合間を利用する乗客の利便性を図るため、上日の桜が、熊本駅で、つばめと接続するダイヤとしている。また、博多駅では日中に、山陽新幹線の、 のぞみと、早朝、夜間は、小玉と接続している。2012年3月17日のダイヤ改正で、熊本駅発新下の関駅行きのぼり列車1本、鹿児島中央駅発小倉駅行きの,のぼり列車1本の、計2本で、山陽新幹線に乗り入れる、つばめが設定された。この時、つばめが定期列車として、本州の路線に乗り入れるのは、1975年に、 岡山駅西鹿児島駅間の特急、つばめが廃止されて、以来37年ぶりであった。2013年3月16日のダイヤ改正で、一旦定期列車の山陽新幹線への乗り入れは消滅したが、2017年3月4日、ダイヤ改正により、熊本発国来期つばめ306号が設定され、再び、山陽新幹線に乗り入れを開始した。 車内販売の営業は行われないが、車内には、飲料の自動販売機が800系の4号車、N700 系の3号車と7号車の熊本、鹿児島中央側のデッキに設置されていて、飲料のみの購入はできる。小倉駅博多駅から新都市駅久留米駅、筑後線小屋駅から新大牟田駅から新玉名駅、熊本駅から新八代駅から新水俣駅。 泉駅川内駅鹿児島中央駅車両は800系及び N700 系が使用されている。記号判例 G イコールグリーン車指定席 UB イコール普通車指定席 G イコール普通車自由席 S イコール喫煙ルーム800系はツバメの運行開始当初から使用されており現在もツバメの大半で使用されている。九州新幹線の全線開業以前はが 唯一の列車愛称であったことから、800系の車体には、ツバメとしてのみ運行することを前提とした表記が多く描画されていた。その後、2011年3月12日の九州、新幹線全線開業によって、桜としても運行されることとなり、前述の表記は新しいものに変更することが、JR 九州より発表され、2011年1月に、 新表記の編成が運行を開始した。現在は全編成が新しい表記に変更されている。ツバメとして使用されている800系、N700 系は主に山陽、九州新幹線直通の桜、水穂などで運用されているが、通勤、通学時間帯などを中心にツバメでも運用されている。また、山陽新幹線乗り入れ列車は全て本系列が担当する。 n 7 0 0系7 0 0 0番台 JR 九州のツバメは1967年10月から鹿児島本線で運行されていた特急有明のうち西鹿児島駅発着列車を1992年7月にツバメとして分離したものが発端である。車両はツバメの運行開始に伴い申請された787軽電車が投入され、 九州新幹線の部分開業までの約12年間にわたり、九州の南北を結ぶ鹿児島本線の基幹特急として運行されていた。1993年3月に、文字港駅西鹿児島駅間で運行していた夜行急行開門を特急化したドリームツバメが、博多駅西鹿児島駅間で運行を開始。 使用車両は7 8 7系であったが、1995年4月から1996年3月までは7 8 3系で運行。1996年3月のダイヤ改正での、ツバメの7 8 7系統一に伴い、ドリームツバメも7 8 7系での運用となった。2004年3月に、九州新幹線の新八代駅、鹿児島中央駅間が、 部分開業したことにより、ツバメは新幹線にその名を継承した。従来の特急、ツバメは、博多駅から新八代駅間に運転区間を短縮した上で、新たに新八代駅で新幹線、ツバメと接続するシャトル列車としての役目を担うこととなり、この新幹線に接続する在来線特急列車をリレーツバメとした。また、ドリームツバメは、 熊本駅や津城駅を廃止した上で、有明に編入し、川内駅以南は、ドリームツバメの保管として、快速列車を新設した。その後、有明は長洲駅までに短縮され、快速列車は、全区間隔駅停車の普通列車に、格下げとなった。新幹線開業までのツバメは、熊本駅北では、並行して運行されていた、有明に対して、 一定の速達列車として位置していた。リレーツバメでもその性格を受け継いでいたが、新幹線部分開業に際しこれまで1時間あたり、有明にツバメ1の本数で運転されてきたものを、有明1、リレーツバメ2に変更したため、従来の速達タイプと、有明と同格か少し停車駅の少ないタイプの2種類が運行されていた。リレーツバメは、 博多駅から新八代駅間で降り29本上り31本運転され、早朝に、文字湖駅から新八代駅、小倉駅から新八代駅間で降り、各1本、早朝、深夜に、熊本駅から新八代駅間で降り2本上り1本運転されていた。合数番号は、下り始発列車を1号、上り始発列車を2号とせず、新八代駅で接続する。 ツバメと同じ号数となっていた。また、九州新幹線が暫定的な開業であったこともあり、新八代駅ではリレーツバメとツバメが同一ホームに発着し、すべてのリレーツバメがツバメと接続を行っていた。新幹線と在来線が同一ホームでの乗り換えというのは日本では初めてのことであった。九州新幹線の部分開業以来、ツバメは 船内唯一の列車として運行されてきたが、2011年3月12日に、九州新幹線が全線開業することに伴い、速達列車の名称は新たに設定された、桜と水穂が担うこととなった。以降、ツバメは、九州新幹線内の各駅停車として運行され、また、リレーツバメは2011年3月11日を、もって運行を終了した。列車番号は、 当初末尾が F だったが、2010年3月改正より、山陽新幹線との直通運転の準備のため、東海道、山陽新幹線と同じ A に改められ、番号は号数プラス5000となった。全線開業後は、九州新幹線内のみを走行する全列車にこのルールが適用されている。ハンレードリームツバメの停車駅博多駅都市駅。 久留米駅、大村駅、熊本駅、八代駅、南俣駅、泉駅、や久根駅、川内駅、串木の駅、湯の元駅、伊住院駅西鹿児島駅、つばめ、編集新八代博多間開通以前も、800系電車によって運転されていた。ただし、指定席、自由席の配置が異なっていた。リレー、つばめ、編集リレー、つばめには787系電車が、使用されていた。グリーン車は、 座席指定席で編成中1両または2両連結されており、67号以外ではコンパートメント席、デラックスグリーン席もある。普通車は座席指定席と自由席が設定されており、このうち67号以外の4号車はボックスシートの設定もある。なお、2007年3月18日改正より全列車全車両が禁煙車になった。 デラックスグリーン席は3席あり、およそ1年かけて全車両への改造工事が行われた。なお、改造工事中に本来のリレーツバメの編成が足りなくなった際には、有明用の6両編成にリレーツバメの車両を1両組み込んだ7両編成や、有明用の4両編成を2編成連結した8両編成で運行されることもあった。なお、 後者に関しては2007年3月18日より、下りの最終、リレーつばめが、この編成で運行されていた。列車の運行状況によっては5.910号車は、指定席となることもあった。また、上り列車の久留米駅博多駅間、1.3号の文字港駅博多駅間では、2号車を除く普通車、指定席の空席について、自由席特急券で、 乗車可能の特例が設けられていた。787軽電車の開発にあたっては、ツバメにふさわしい格式を与えることが目標とされた。1970年代以降在来線では、新規形式の食堂車が途絶していたが、本系列では久方ぶりの食堂車形式として、半室ビュフェ車サハシ七百787型が登場した。また、往年の、 ツバメガールを彷彿とさせる女性乗務員ツバメレディが登場し、クリーン車へのシートサービスも行われた。リレーツバメ、新八代駅では行き先表示、構内や列車内では鹿児島中央駅で案内されていた。リレーツバメが停車する各駅では、この列車は新八代駅で新幹線ツバメ号、鹿児島中央駅に接続しています。との放送されていた。 ツバメ、新八代行きも、リレーツバメに接続する列車は、行き先表示、構内や列車内で、リレーツバメの終着駅で案内されていた。ツバメが停車する各駅では、この列車は、新八代で行き特急リレーツバメ号に、接続いたしますと放送されていた。当時、リレーツバメと、ツバメの特急券は1枚で発行することができ、利用者の利便を図っていた。 両列車の博多駅鹿児島中央駅の指定席特急券を同時に購入した場合、基本的に両列車同じ号車、番号を発見するシステムとなっていた。このツバメとリレーツバメの両列車に関わる特急券制度についての正確な内容は、九州新幹線に関する乗り継ぎ料金制度も参照。783系ツバメ。ありがとうございます。